ダウンセルクロスセル戦略ということですね。で、まあ皆さんこれから前回 LTV の話しましたけども、商品をね作るときにその価格設定ってとこっていうのがやっぱ売り上げ上げていく上でやっぱり生命線になってくるわけですよね。ってなったときに、あのこのダウンセルクロスセルっていうこの戦略っていうのをね今のうちから知っておくっていうのがめちゃめちゃ重要でして、まあ LTV いわゆるその生涯かけてお客さんそのライフタイムですよね。生涯かけて一人のお客さんがどれだけ多くのお金を落としていただけるのかっていうのが、まあやっぱり商売事業していくためにやっぱりすごい必要ですと。ってなった時に、多くの人っていうのはこのクロスセルとダウンセルの考え方をですね、知らない、もしくは知っていてもやっていないがゆえにですね、本当だったら、あの、これぐらいの売り上げが上がるはずなのに、それのね、本当はね、1.5 倍とか2倍近くの売り上げが上がったはずなのに、その2分の1とか半分以下の売り上げでですね、売り上げが収縮してしまってる。こういうことが結構あったりします。これ非常にやっぱもったいないことなので、まあそのね、戦略について今日は話していきたいなというふうに思うんですけども、前回のおさらいとしてはですね、前回はあの、LTV を伸ばすためにですね、まあ、例えば、本命の商品、バックエンドの商品、15万とか20万とか、バックエンドの本命商品買ってもらったお客さんに対して LTV を伸ばしていくために、例えば3ヶ月間でとかね、半年間で30万っていうんだったら、その商品を買っていただいた後に半年後に、そこから先はもう月額課金で、月額4800円とか8800円で継続課金をしていただいて、よりね、継続して情報を受け取ってもらうみたいなね、まあ、いわゆるオンラインサロンみたいな形で継続で取っていくっていうやり方が一つですよってことをお伝えしました。で、今日はですね、そこからさらに売り上げを伸ばすならこの2つということで、まずダウンセルとクロスセルって何なのかっていう話をねしていきたいと思うんですけども、ダウンセルっていうのはね、読んで字のごとく、まあ、ダウンして売るってやり方で、まあ、本命のバックエンドの商品を提案しました、で買えませんっていうパターンも結構あるわけですよ。まあ、本当にやっぱやる気はあるし、例えばダイエットの商品、本当に自分の人生変えていきたい、だけどもちょっとどうしても金銭的に難しいという場合には、そのいわゆる低単価の商品を一応用意しておくって感じですね。例えば30万円の商品は難しい、じゃあ一応4万9800円のこういったコースもありますよみたいな形で、その低単価のね商品を買ってもらう、でそれを買っていただいた後で最終的にもう一回30万の商品にアップグレード後でしてもらうみたいな、戦略ですね。はい、っていう形になります。いわゆる未購入者に低価格の商品を販売して進めていくっていう戦略で、これはですね、まあ、ないよりはあった方がいいわけですね。例えば、3ヶ月間、半年間で、例えば30万とか40万円のパッケージ商品が作りました。そしたら、まあ、それ基本的にコンサルとか大体こういったスクール形式のそういうのがついたり、サポートがついてるんだけど、逆に、例えば、まあ、このね、ダウンセルとしては、ま、だいたい29,800円から49,800円が、まあ、絶対こうじゃなきゃいけないわけではないんだけど、相場です。だいたいこれぐらいの価格が多いですね。で、例えばコンテンツだけだと 49,800 円ですよとかね。あと1回だけコンサルがついて 49,800 円ですよみたいな形の1個用意しておくと、まあ、30万円はちょっと難しいってお客さんも、すくい上げていくことができるということになるわけなんですね。なので、逆にこのダウンセル商品を作らないとですね、1回営業して売れなかったらもう本当に売り上げゼロっていう形になってしまうので、まあ、最初はこういうのをね、用意していくっていうのがいいんじゃないかと思いますし、まあ、僕も昔こういうの用意してました。まあ、今ね、うちの会社とかはあんまりダウンセルとかあんまり進めてなくて、まあ、基本的に本当にもう強気の一本勝負でもうちの場合はもうある程度、実績もあってブランド力もあるから別に高額でも売れるっていう体制を整えてるから大丈夫なんですけど、一番最初はねこのダウンセル、まあ、本命の商品売れなくてもダウンセルがあるから大丈夫っていうね、まあ、そういった形でいわゆるその安定をね図っていくっていうところを、ね、優先していただきたいなというふうに思います。はい、で次ですね、クロスセルって考え方ですね。で、これはいわゆるですね、一緒に抱き合わせで商品を買ってもらうってやり方で、まあ、よくあるのがディズニーランドとかですよね。ディズニーランドって、まあ、入園料で大体7500円取るわけですよ。でもね、ディズニーランドで夜遅くまで遊んで8時ぐらいにエントランス出るときには2万ぐらい使ったりするわけですよ、1人ぐらいね。何に使ってるかって、まず入園料で7500円取ります。で、その後にグッズ買ったり、お土産買ったりするんですよ。その中でぐる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 お客さんに買い物してもらうんですよね。で、レストランとかで、まあ、大体5000円とか、まあ、ディズニーって結構高いですからね。そういうので、で、なんだかんだトータルで2万ぐらい使われるって話があるわけですけど、これもクロスセルなわけですよね。あと、マックとかコンビニもそうじゃないですか。まあ、コンビニとかだと、例えばですね、アイスコーヒーとか僕結構ローソンでね、買うんですけども、まあ、結構150円とかするわけですよ。まあ、原価10円って分かってるのに僕150円出すんですけどね。それ何かっていうと、アイスコーヒーを例えばコンビニで買う150円っていうのは、基本的にそれがホック商材となって、で、基本的に、アイスコーヒー買うついでにちょっとお菓子も一緒に買っちゃう、抱き合わせで買っちゃうとかですね、アイスコーヒーだけを買いに来たんだけどちょっとエルチキうまそうだからエルチキも一緒に買っちゃうみたいな形で結果的に500円ぐらい使っちゃうみたいな話ですけど、これもやっぱりクロスで商品売ってるわけですよ、こうやってクロスでね。あとマクドナルドとかもそうですよね。マック来る人って別にハンバーガーだけ買うわけじゃないですよ。ハンバーガーだけ買ってもらってもほとんど利益って残んないわけですよ、マックってね。じゃなくてハンバーガー買ってもらってさらにセットでポテトとかジュースとかのセットの料金にして650円で売るからマックって利益が出るという話があるそうで、これをじゃあ皆さんの場合どういうふうに応用できるかっていうと、まあこれはねある程度
まず皆さんがやるべきは、初級者の段階はまずダウンセル商品を作るっていうことですね。で、ある程度ね、売り上げが上がるようになってきてから、これはクロスセル考えればいいんだけど、ある程度1個の商品で月に20万とか30万売り上げ上がるようになりました。そしたら、それとまた別バージョンでちょっと上級のコースを作ってあげるとかね。まあ、うちだったら、まあ最近はもうちょっとなくなりましたけど、月額9万8000円のですね、SYK マスターマインドコンサルティングっていうですね、まあ代表の僕らだけの少数制のコンサルティングっていうのは昔あったんですけども、まあそういうのもそうですよね。クロスでこっちもどうですか、こっちもどうですかっていう形で売っていく、まあちょっとアップセルに近い感じではあるんですけど、まあ、要は商品ラインナップ数を増やしておいて、それを同時に買ってもらうとかね、同時に買ってもらうとか、例えば A って商品と B って商品と C って商品があったら、 A と B セットで買ってくれたら、セット割り効きますよみたいな形でセットで同時に売っていくみたいなやり方が、まあクロスセルって考え方になります。なので、まあ今ある程度売り上げ上がってるよって人はですね、このクロスセル、まあ他にも何か同時に売れる商品がないか、で、もしそこに需要があるんだったらそういった商品も一応作っておいて、それを同時に売るとか、セットで買うと割引になるみたいな形のプランニングをね、作ってあげると、まあ、よりね、売り上げも上がっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、このクロスセルの考え方って、まあ、うちとかも結構本当に5個、6個くらいやっぱ学科があるんですけども、結構やっぱりハイライトる方だと、うちの学科6個あるうちの3個は全部入ってますっていう、お客さんとかいらっしゃるわけですね、生徒さんとかで。っていうのは、いわゆるそのクロスセルで、クロスしていろんな講座に実際に入学いただいてるっていうのもそうなんですけども、こういう形で、まあ、本当にお客さんが望んでいるのであれば、そのクロスでね、商品をやっぱ買っていただくっていう戦略っていうのはすごい重要という形になりますね。はい。ということになります。一応最後にね、この辺に載ってるのは、まあ、先週ね、やったちょっと復習になるんで、ここまでちょっと今日話さないですけども、ぜひね、今日の内容を踏まえた上で、まあ、まずダウンセル商品をね、ちょっと作ってみるっていうのをね、参考にしてみてやっていただけたらなというふうに、思います。